ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は噂された通り、Google から新しいタブレットが発表されましたのでご紹介したいと思います。モデル名としては Google Pixel Tablet というタブレットで、当然ながら Android を搭載したタブレットで、なおかつ今回は普通のタブレットではなく、スマートスピーカー的な使い方もできるタブレットになっています。 では早速今回発表されるモデルどういったものなのかスペックそれから価格なども発表されていますのでご紹介したいと思いますでは先に価格の方からご紹介します価格につきましてはこちらいくつかモデルが用意されていますが最小構成で購入しますと79,800円となっています なお、どの構成のモデルが用意されているのかというところもご紹介しておきます。用意されている構成としては、こちらは価格には関係ありませんが、このホワイトモデルとブラックモデル、この2色展開となっています。スペック的に違うところとしましては、こちら。価格は128ギアモデル。こちらは今ご紹介した79,800円。そして上位モデルは256ギアモデルとなっています。 ただし、こちらはまだ国内で購入する場合は在庫なしとなっていますので、まあ、予約してなるべく早く手に入れたければ、こちらの 128GB モデル、こちらを購入した方がいいということになります。価格につきましては、79,800円が 128GB モデル。上位の 256K モデルになりますと、92,800円ということで、 まあ大手メーカーが販売する最近タブレットは価格が高いものが増えてきましたが割と国内製品といっても最近の円安の流れなども考慮しても買いやすい価格帯になっているといいます肝心の発売日の方ですがこちら発売は6月20日を予定していますですので約1ヶ月後の発売となりますのでこれからどんなタブレットを購入しようか ま,あまだ発売まで時間がありますのでじっくり考えるといいかと思います。というのも Apple からも iPad がまもなく発表される可能性がありますので Apple の動向などを見た上でピクセルタブレットを購入するかどうか検討するのがいいかと思います。あでは今回正式に発表されたことについて、えー、スペックも明らかになりましたのでそちらも早速ご紹介していきます。 まあ、大方、噂言った通りのスペックとはなっていますが、まだご存じない方のために詳細をお伝えしたいと思います。まず、ディスプレイは10.95インチ、約11インチのタブレットになります。割と最近のタブレットは11インチというものが増えていきましたので、まあ、今後はこういった10インチクラスのモデルは11インチというのが基本的なスペックになるかもしれません。 サイズは縦が 169mm 横幅が 258mm 厚さは 8.1mm 特に凶悪口のディスプレイを搭載しているとか超薄型とかそういうわけではなくまあこの辺は無難なサイズになっていますおそらく今回価格がそこまで高くなかった背景には無理な設計をしていないというところも一つ要因として考えられるかと思います あとこちらまでには専用のドックも用意されています。ドックはこんな感じ。幅 169mm、高さ 94mm、こういったコンパクトなドックがついており、これがワイヤレス充電あ、それからスピーカー、スタンド、そういった役割を果たします。カラーバリエーションもちゃんとこのドック側の本体と同じカラーのドックが用意されます。 ではもう少し細かいスペックを見ていきますディスペイは先ほどご紹介しました約11インチのディスペイ解像度につきましては 2560×1600 ドットとなりますピクセル密度で言いますと 276ppi アスペクト比16対10となっています輝度は502度に対応、まあ、まあまあ明るい輝度と言えます そしてこちら。質量の方、まだご紹介していませんでしたが、質量、重さは 493g となっています。バッテリーにつきましては 27Wh となっています。最大12時間の動画ストリーミングに対応となります。あとはメモリ、ストレージ。メモリは全てのモデル共通で 8GB。 ストレージは 128GB 256GB か256となります CPU につきましては最新の Pixel シリーズにも搭載されます Google の TensorG2 という CPU が搭載されていますですので価格的には Google 純正なタブレットの割には価格安いということですがスペックはハイエンドモデル同等となっていますのでとてもコスパの高いタブレットと言えそうです セキュリティにつきましては、あこちら Google が用意しているセキュリティに加え、えー、専用の CP u を搭載していることによって、まあ、一般的な格安の Android タブレットなどと比べますと、より強固なセキュリティが保護されています。カメラにつきましては、前面側が800万画素、そして背面側も800万画素となります。あまりこの辺のカメラは、 高性能というわけではなく、まあ、基本的なものを搭載しているという感じがありますあと認証につきましてはこちら電源ボタンに指紋認証が内蔵されているため指紋認証によるロック解除こちらが生体認証として用意されていますあとはこちら通信面についてもご紹介しておきます 4G、5G といったモバイル通信には非対応ですが Wi-Fi としましては最新の Wi-Fi6-802.11AX に対応となっています。Bluetooth はバージョン5.2に対応となります。付属品としましては、こちら本体、それからこちら電源アダプターだったり、トリそして充電スピーカーホルダーというものが付属となります。 充電スピーカーフォルダーというのがこちら。スタンドにもなり、充電器にもなるこちら。これがあ充電スピーカーフォルダーというもので、実は標準でこれが付属しています。まあ人によってはタブレットが欲しいからこれはいらないという方もいるかと思いますが、これなしのバージョンというのは用意されませんので、基本的にセットで購入しなければなりません。実はこれ単体で購入すると、 1万7,800円の製品になります。個人的にはこの1万7,800円もするならばこれをセット内容から除いてそれだけ安くしてほしかったところではありますが残念ながらもうセットしかないということになります。まあセットについていますしまた複数の部屋にこれを置きたいという方の場合は別売でこのスタンド部分販売されますのでえさらに買い足すということも可能です。 保証につきましては1年保証となりますセット内容の方を画像で紹介しますとこんな感じタブレット本体に充電スピーカーホルダーあとは充電器ケーブルこれがセット内容となります繰り返しになりますがこの充電スピーカーホルダーというのは必ずセット内容に含まれているそういう内容となります あと先ほどワイルス充電と言いましたが、よく見るとここに接点がありますので、有線接続による充電となっています。こちら、訂正しておきたいと思います。では、特徴的なところをもう少し詳しくご紹介しておきます。まあ、一言で言うならば、高性能なのに比較的安価で販売されるタブレットということになります。 こちらデザイン的には、まあ、悪くはないんですがあー最近の例えばサムスンのフラッグシップタブレットなどと比べますとちょっとだけベゼルが太いかなという感じはありますが、まあ、そんなにこの辺は実用上問題はないかと思いますあむしろあまり驚愕無事ですと画面を触ってしまい誤動作の心配もありますので、まあ、このぐらいのベゼルある方がいいと思いますインカメラはこの部分 前面側の中央横持ちした際の中央についていることからも分かる通りこのタブレットは横持ちで使うことが前提のタブレットになりますあとはこちら Tensor G2 チップが CP として採用されていますのでとても高性能なモデルになります、まあ、スペック的には Snapdragon8 最初の Gen2 には及びませんが Gen1 相当の処理性能ですので、まあ、十分高性能なタブレットになります あとは特徴的なところはこのスタンドスピーカーホルダー充電スピーカーホルダーがついているということで、まあ、これによって置くだけ充電できればあとはこちらがスピーカーも内蔵していますので高音質で音楽映画を視聴することもできます角度の調整はできるのかということですが残念ながら角度の調整につきましては非対応となっています あとは基本的には Android タブレットになります。ですので何といってもプレイストアで提供されている様々なアプリを無料でダウンロードして使うことができるようになっている。この辺がやはり Google の Android タブレットならではの魅力でいます。あとはこちら、Chromecast も搭載しているとのことです。Chromecast というのは、まあ、いわゆる離れた位置にあるディスプレイに映像を出力したり、 そういう用途が可能な機能になります。単に映像だけでなくアプリも他の画面に表示することができたりと。まあ、Apple でいうところの Apple TV のような機能、それも標準で内蔵している製品になります。意外とこういった製品ありがちでしたが、どうも公式サイトによりますと、これがその Chromecast 搭載の初の製品ということですので、今までなかったようです。あとはこちら。 家電のコントロールも行うことができるなどこの辺はこのタブレットの機能というよりは、まあ、アプリ側の機能でもありますが Google Home の機能を使うことができますので、えー、まあ冒頭でご紹介しておりスマートスピーカー的な機能も使えるモデルとなっていますあと標準で用意されますアクセサリーとしてはこちらカバーこのカバーはこんな感じ はめ込む式のカバーとなっていますがこちら特徴的なのはちゃんとこの充電スピーカーホルダーにくっつくようにこの金属のフレームスタンド部分になっていますがこのスタンドがちゃんとこの充電ホルダーに合うようにこのように楕円状にくりぬかれたホルダーがついていますこの辺もやはり純正品ならではの特徴といいます なお発表によりますとこれは純正品だけではなくまたサードパーティーなどからもさまざまなカバーが発売されるとのことですとりあえず発売直後はこの純正品を購入するそういう形になりそうです価格につきましてはこちらこの専用のカバーカラーもホワイトモデルのほかちゃんとブラックモデル本体のカラーに合うカバーが,カバーが用意されており価格は1万2800円 結構高めの価格にはなります。あとは保護ガラス。こちらは7487円。このようなスタンド付きのケースは7487円。ピクセルバッツプロワイヤルスイヤホンは28200円。こういったアクセサリーも用意されています。カバーにしろ保護ガラスにしろ結構高価なあ 付属品が用意されますのでまあこの辺なのから見ていきますとこういった付属品で、えー、儲けようとしているような印象も受けますなん、まあ、といっても今回はハイスペックモデルが10万円以下で購入割と頑張ったあ価格になっていますので周辺機器で、えー、儲けようというビジネスモデルなのかもしれませんということでいかがだったでしょうか噂通り Google からあーついにタブレットが発表となりました Google が発売するタブレットとしましては、以前発売された Nexus タブレットというのがありましたが、もう Nexus タブレットも終了してから4年ぐらいが経過していたかと思います。久々のタブレットということで待ち望んでいた方も多いかと思いますが、やっとこのモデル発表され、国内でも購入することができるようになりました。発売日はこちら、6月20日を予定しており、 128行モデルありましたら79,800円から購入できますので、まあ、この辺とてもお買い得なモデルと言えますまたこちらのモデルにつきましては発売がスタートしましたら実機を購入して実機レビューの方を行いたいと思いますので今後実機レビューなども気になるという方はグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそしてもっと安いタブレットが欲しいという方のために この動画の概要欄の方には2万円程度で購入できる Android タブレット販売ページのリンクがあっておきますもしそちらも気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします